おはようございます。2010年7月11日日曜日6時5分になりました。今日はなんか日本全国雨のようですけれども、じゃあまた今日のニュースですね。これはもう今日は一発目はこれですね。参院選です。今日は雨ですけれども参院選ですので、ぜひ東京投票へ行くようにということなんですけれども、まあ今回のね選挙は本当にその、まあ、正直それぞれのその政党の 何をしたいのっていうのがなんかもう一つパッとしないというか、明確になってないというかね、どうもその主義主張というか、日本をどうしたいのっていうのがどうもなんかぼやーんとしててはっきりしないなみたいなね、それぞれの党が何をその政策の上で競ってるのがもう一つはっきりしないような感じがして仕方がないんですよね。まあそれほどなんていうんですかね、逆に言うとそのガツンとこうしたいとかいうようななんか明確なものが見えてこないというのは、なんかその政策というか将来性というかビジョンを作る力というか、その辺がちょっとしょぼいなというのがちょっと残念に思います。とはいえですね、ここでちょっとやっぱりちゃんとですね、国民一人一人がというか、まあこれを今見てもらってるあなたがですね、どこにどうするのかっていうのをやっぱり考えて、投票を しないとですね、やっぱり変わらないものは変わらないので、その辺はぜひ、心してというか、うだうだ文句言ってるのもいいんですけども、ちゃんと投票に行きましょう。あ、ちなみに、私はもう期日前投票で、投票してきました。今日は出かける予定があるので、ということで、それとですね、朝一になんか投票所行くとですね、投票箱の中身をね、空っぽですよっていうのを改める役がある、お役目があるらしいんですよ、朝一番に行くと。なので、この時間起きてたらぜひですね、朝一番に行ってその投票箱の中身を改めるっていうのをちょっとね、かっちょよくやってみてはいかがかなと思います。それで次のニュースですけれども、そうですね、このちょっと後ろどこだったっけな、あ、こっちですね、こっちの、中国、まあいろんな意味で、いろんな意味でというか、どんどんその経済が大きくなっている中国なんですけれども、なんと中国のその企業がですね、イタリアのブランドのですね、プラダを買収交渉しているというニュースが流れてきてます。なんか中国でアウトレットモールをねやっているフォックスタウンという会社が、プラダの買収交渉を今してるらしくて、なんかプラダも中国に買収されるのっていう感じなんですけれども、いろんなところがをですね、今中国は買収しようとしてて、まあそれだけこう富裕層がどんどんこうできてきてますし、一気にこういろんな経済力をつけてきているところなんですけれども、まあこれもね、一つのその歴史の動きであり、そのまあね、かつては日本もガガーッとこう急激に伸びてきて、特にちょっと前のね、バブルと言われた時なんかも、やたら金に物言わせてブイブイ世界中をね行って、特に、ヨーロッパの方のブランド店なんかでも、何ここ日本語通じへんのとかっていうおばちゃんたちもいたとかいう話で、まあそういうことをやってましたんで、中国がやってることをどうこう言えるような立場ではないです、日本人も。でですね、これも多分ですね、中国がわーっとこう行くのはいいんですけども、今のうちだけじゃないかなという気はします。そのうちにじわじわとまたいろんな国が盛り返してきてですね、
中国が買収したっていう企業とかそういう場所とかいろんなものがまた元のように戻っていくというような気がするんですけどね。ということで、もう6時10分になりましたというか11分にもなろうとしてます。今日はですね、選挙、ぜひ自分の意思を表明する機会なので、行っていただければなというふうに思います。ということで、今日はぜひ選挙に行っていただくということで、よろしくお願いします。なんか別に立候補してるわけじゃないですけども、投票は行きましょう。ではまた。